こんにちは、タンタンです。今回は久しぶりのスピニングポールのクラスレッスンに参加いたしました。以前ほぼほぼできなかった左手が上のサイドプランクがあるんですけれども、こちら私自主練習でパワーアップしたのか、すんなりできるようになっておりました。嬉しいです。ではご覧ください。頑張って、これね、絶対、あのね、みんなさ、めちゃくちゃ足長いからさ、綺麗に見える。頑張って頑張って、年内火曜日、最後よ、レッツゴー。こっち回り、あっちです、後ろ回り、はい、頑張ってみんな。なんか違う、そうそう、もっと左足後ろ、もっと胸張って、そう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 、で、店右の方に倒れ、そう、そっちやりやすいでしょ。はい、そこから登ります。サイドクライブ、はい、インナーさんとミミさん頑張って、はい、そう、右手外したらカップ、左手を外す、お、逆上がり、ナイス、オッケー、持ち直しちゃった。はい、で、逆上がりした後に、はい、ミミさん。OK。OK、ミミさん、インナーさん、これ入れて。一回、サーブを変えます。はい。こっちから。レディー、そう。お、もっと待ちになって、左足もっと上に上げて。そっち、そっち、そっち。で、左、左の方を見て、左、左、左、そうです。はい、そのまま、はい、いきます。なぜ難しい。上の方が手を振ったりする。難しい。そのままポールの方が普通にいいの。で、クルリン、クルリン難しいよね。はい、そこから、はい、ミュークさん、くるりなしでいいよ。ただサイドクライブした後、左手外して、はい、グッ、はい、グッ、右か、左手一回前に伸ばして、おー、ゴー、はい、回転いきます。右手外して、前から前から前から、はい、胸張って、ナイス、グッ、ナンバー4、そのまま左手、つま先立って、はい、右手をして、はい、後ろのスキャッチ、グー、そこからもう一度イーグルの手でボールを持ってきてください。右手、真ん中、真ん中で、この足を上にずらして、かかとにずらして、で、お尻も戻して、で、左手しかしちょっと下に下げて、間から膝を通してください。グラスマーキング、グー、ストップ。右足、この子を押し付けて曲げる、そう、曲げる、もっと曲げて、もっと左手、もっと左手、そう、はい、そのまま右手外して、グー、キープ、そのまま右首くっつけられる、右首、はい、右手ポール持ってから、右手ポールを持って、そう、そう、そう、はい、一瞬プラスモッキーなんで、お、お、お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、ここからここ持ちます。降りたいよ。はい、OK、降りていいよ。いいよ、うん、はい、続きます。はい、皆さそうそうそう、このまま左足ボールにかけて、
足首後ろ回ります。で、右手と背中反って、これだけで、左手で後ろのボールガチに引き寄せて、おお、ナイス。そこから上に上がって、はい、で左足前に出して、そうそうそう、でそのまま右手でハグ、左手上のまま、はい、せーの、開脚、はい、全部元に横開脚して、そう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 、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、そのまんま左足後ろの縦開脚みたいな感じでいける。おお、いいじゃん、グッと、これだけでいい、これだけでいい、で左手で、そう、いいじゃん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 、それだけでいい、きれい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 、あって、あって、それがいい、ダーバーカーさん、ダーバーカーさん、はい、じゃあ、はい、いいじゃない、サイドフライング、ペアとして、はい、カップ、はい、手伸ばしてから、いい組み乗って、はい、で、今、左膝裏かけて、右足、ジャスみたいな感じ、もっとよ、そう、そうそうそう、もっとお尻下ろして、で、今、左足裏入れて、足裏コールをつけて、もっとつけて、右手外す、おー、そこから逆上がり、ボール持って、ゴー、よいしょ、よいしょ、いいよ、Christmas.
後までご覧いただきありがとうございます。地道に努力を重ねていると、人間の基礎体力というのは上がっていくのかと思うと、とっても嬉しい気づきでございました。お、頑張ってるなと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回もまたいろんなトリックにチャレンジしたいと思います。タンタンでした。